愛想未来という、その空間は肯定でコスピアスモール積もる足という星降り始めゼロワンもあるこの誰の生き方も時計の針の動かす氷が落としたものはマニュアルなのない、悲しみの度に失ったものが加速する日々にウェザーアクションどこか続いてる輝くリズムかけてみる アクア色の光へ モノコックをセンターのみとし、フロント部分とリアエンジン部分をパイプフレーム化、外装にカーボンをパネルのように貼っていく。ルーフもドアもカーボン、外せるものはみんな外して1500キロから1100キロ程度に軽量化する。金小僧が どうしたんですか、その FC。 ああ、頼まれたのよ、セッティングをな。おい、この車はひょっとして。ゼロが組んだ FC です。木島と秋雄が探し出したんです。もう5、6年も前の車だろ。それにしちゃやけに状態がいいじゃないか。ええ、幸運にもね。ちょっと付き合ってくれるか。俺は運転の方はあまり得意じゃないんでね。ええ。いいタイミングで来るよな。連絡もしてないのに。できましたか。たった今エンジンを乗せ終わったばかりだ。結構いい感じになりそうだ。どうだ、軽く走ってみるか。ええ。オッケー、もっと踏んで。後ろから一台速いのが。ブラックバード。仕上がったんですね、カーボンボディが。うん、だがまだ試作状態。必要最低限のボディ剛性から走らせて補強、そして仕上げていくというわけか。リアバンパーに抜きのダクト、インタークーラー左右振り分けだ。動きが軽い。仕上がれば底知れない速さを持つ。ボディを切り刻んだ軽量化仕様、ここまでスピードの虜になってしまった。得たものと失ったもの、どっちが大きいのかもうわからない。だが分かっていることはただ一つ、この車が死ねばブラックバードは消える。どうだ高木。いや、もうすごいことになってますね。車体の軽量化がここまで効くとは、目もくらむ速さですよ。僕としてはこれでもう 100% OK ですけど。いやいや、何のためのパイプフレームだ。ここからのワンポイントの補強追加が勝負どころになるわけよ。いきなり気づいたか。 Z のアンダーパネルだ。いい出来だろう。もちろん本物のドライカーボンだ。なるほど、秋雄が頼んだのか。ええ、300キロでもブレないものをとね。
アンダーパネルでフロア下の空気をきれいに早く流せば、気圧は下がり車体は路面に吸い付けられる。その通りだ。こいつは俺が設計したのよ。もちろんお前のブラックバードもちゃんとフロア下は処理してある。まあポルシェは最初からフロアはフラット化してあるから、それほど変わったとは思わないかもな。けど Z は違う。ああ、今まで何もしてなかった分激変したと感じるかもな。つまり今まで以上に踏んでいけるということですね。そうだ。お、来たな、アキオだ。アキオ、ブラックバードは1日2日で仕上がる。で、いつやる？そうですね、木島さんの FC も富永さんがセッティングしているみたいだし、僕はいつでもいいですよ。決めろよ、すっぱりと。じゃあ週明けの水曜あたりとか。割と一般車も少ないですよね。 OK だ、週明けの水曜に会おう。はい。究極の三つどもえバトルFC は実装セッティングか。負荷のかけられるシャーシ台に大のマシン、優れたセッティング機材の揃う今、実装するメリットなんかないだろうに。そうです、もはやメリットはない。だが意味はなくてもそれをやる、それがいかに大事なことか。そういうものがいかにチューンドカーに魂を入れるか知ってるよな、俺たちは。速い車の持つオーラってのは出てるかな。緊張感のあるそういう空気っていうか、ほらお前の口癖だったろ。それから伝言だ、水曜1時辰巳パーキングエリア、相手は Z とブラックバード、全て俺のセッティングした車だ変だよな、俺だけでなく高木も北見さんも。変？どの車も完璧に作り上げて互いに競わせる。ただ一つ単純な答えを知りたいためだ、どれが一番早いのか。そういった意味じゃ俺も十分変ですよ。口八丁で食ってきた自動車評論家がその車を走らせようとしているんですからお前の車に GPS をつけさせてもらった。俺はデータを追う。こいつは十分に戦える戦闘マシンだ。どうしたこんな時間に。今日は走るんじゃなかったのか。今から出ます。で、隣にどうかなと思いまして。隣にか。ただしもしも何かあっても当然責任は取れませんが。いいだろう、乗せてもらおう。空いてるよ。こんばんは。え、どうも。レーナさんですよね、3人あるの。ええ、はじめまして。リカ子です。親父や富永のおじさんがいつも言ってましたよ、見かけと違ってめちゃめちゃ踏むって。いや、そんなには。走るんですか今夜。うん、それで明夫君に頼まれたの、あなたを連れてきてくれって。 Z の走りを見せてやりたいって。ここで Z のエンジンを組み立てたのね、たった一人で。明夫君には。え、私はエンジンを組むチューナーとしてしか見えてないんですよ。大田リカ子じゃなくて、リカ子スピードファクトリーとしてしか。レイナさんとは役割が違うんですよ。だから嬉しいですよ、アキオくんがそう言ってくれたの。エンジン組む人間として、一人のチューナーとして認めてくれたわけだから。見たいですね、実戦での Z の走りを。未熟かもしれないけど、今の私にできることは全てやった。 Z があの FC やブラックバードを相手にしてどんな走りをするのか、この目でしっかりと見てみたい。今辰巳ジャンクション、 Z もブラックバードもまだ来ていない。 FC の調子は絶好調、子猫のようにしなやかだもし10年先の俺が見たら愚かなことをしていると思うかな。達者な喋りと器用な原稿でここまで来た自動車評論家が何をとち狂ってるってね。伝わるかな、10年先の俺にこの気持ちが。
Z が来た。じゃあ始めるか。うん。今日ではっきりする。誰が今湾岸で首都高で一番速いのか。湾岸、C1、また湾岸の繰り返し。そろそろね。はい。そろそろ本格的なバトルに入る。切らずに聞いていろよ。バトル開始。3台並んでものすごく速い。ダメ、ついていけない。5年前にも10年前にも、いつの時でも一番速い奴はいた。今はこの2台、湾岸の帝王ポルシェ964ブラックバード、そして奇跡の L28 回ツインターボを積む悪魔の Z。 この俺が、この FC がどこまで迫れるか、やってやる。侵入、旋回、そして立ち上がり、踏めている。 Z は悪くない。なのに、全てにおいてワンテンポ遅れていく。 FC の方が早い。マジでこのポルシェは軽そうだ。カーボン外装、超軽量仕様は本当らしい。おそらくウェイトは1000キロ台、それに700馬力のパワー、パワーウェイトレシオ1キロ台。まさにモンスターマシンだ。なんだ今の動き。線じゃない、点と点を瞬間移動したように動いた。ワープするように飛んでいく。まるっきり別のエンジンを乗せているみたいだ。いかに軽さが車の印象を変えてしまうか。感覚的には1000馬力級の車に思える。それにしてもこのトラクションはどうだ。前へ前へと車を押し出していくトラクションの塊だ。高木、お前のやりたかったのはこれか。それにしてもいい乗り手だ。よくこいつについてこられる。幾多のチューナーがタイムアタックを依頼したがったわけだ。ゼロの木島、チューンの顔をよく知っている。いけるいける、ちゃんと勝負できてる。よし、並んだ。地面をつかみ蹴る。いつでもどこでも前に出られるこの揺るぎないトラクション。だがお前は分かっているのか、高木。巨大なるこのトラクションが抜けた時はどうなるのか。離れる。どうしてもここから離されていく。エンジン本体には手を入れていない。変更したのはオイルの循環方式。オイルの？エンジン下にオイルを貯めるウェットサンプからオイルタンクを別に設けて圧力をかけて送るドライサンプ化に。メリットは油圧の安定化と低重心化。ただしボディとエンジンの間にはたった1センチのストレス吸収材しかない。それでも踏んでいければ40ミリの低重心化と油圧の安定は必ず Z を劇的に変えるはず。40ミリの重心低下、その Z の激変についていけなかった。いつもそう、
ほんの少しでも気持ちが引けると Z は本心を見せてくれない。おい、息を止めて、こっち側からその壁を越えていかなきゃ。 Z はいつも何も話さない。Z の動きが違う。重量配分、重心を低下させたか。分かっている。自分のペースをだ。焦るな。フロントの低重心化で嘘みたいに前輪に荷重がかかって舵が効いている。フロントヘビーな曲がらないその車を自在に曲げてきたお前だ。もう意のままのコーナーマシンだろ。だがすぐに分かる。本当に驚くのはコーナリングじゃない。重心低下、オイルの安定、ドライサンパー構造上クランクシャフトがオイルをかき上げない。その摩擦の低減により数パーセント出力は上がる。600馬力の車にとってそれはわずかなことかもしれない。だがそれをわずかと笑う者にチューニングを語る資格はない。その車は必ず答えてくれる。アキオ、お前は Z に選ばれし者なんだ。200キロオーバーのスラロームでは軽量化よりも重量バランスが重要になる。ブラックバードは軽量化により重量配分がリア寄りになっている。前輪の接地感は超高速域で消える。この男の腕をもってしても手に余る。これが軽量化の弊害だ、高木。いいぞ、このまま湾岸直進だ。250キロを過ぎると一気にナーバスになる。接地感がまるでつかめない。制御できる範囲を超えている。最も得意なエリアで前に出られない。5速で8000回れば266キロ、8500回れば283キロ、そして5速で9000回れば計算上はきっちり300キロだ。作戦通り、俺の勝ち。ここでアウトから来るか。マジか、アキオ。もし俺がアウトに膨らんだら吹っ飛ぶぞ、お前。外に膨らむ。チリに負けて FC が路面から剥がれる。こらえろ、前へ前へ。コーナーから立ち上がって再び5速9000回転、300キロ。これ以上踏んだら、ダメだ、踏めない。 FC がスローダウン。木島は降りた。あとは Z とお前の2台だけだ。ブラックバードが追っている。だが Z が速い。Z は速い。これが悪魔の Z の走りなんだ。踏めなかったのか。ええ、こいつによほど失望したみたいだな。いえ、踏めなかったのは自分のせいです。これほどのものを与えられたのに、最後の最後で命を預けられなかった。Z もブラックバードも同じ機械のはずなのに、向こうは踏めてこっちは踏めなかった。あの二人は機械と人間の壁を越えた。
なあ、富永さん、ちょうどいいタイミングです。どうして踏まなかった？ブルってしまったんですよ。無理してこのフィールが消えてしまうのが怖くて。そうか、ブルったか。ええ、時間はあったんです、十分に。でも大事なことには気づかなかった。圧倒的な加速や旋回、そしてトラクションに何も見えなくなってしまっていた。ポテンシャルは間違いなく一番なのに、壁を越えられなかった。降りるもの、残るもの、この世界にはその二つに一つしかない。俺はここまでだ。だが走ることによってお前と話せた言葉、走ることによって見えた同じ世界、同じ時間、同じ空気を感じられただけで俺は満足だ。アキオ、お前はどこまでも走り続けていけ。セットが早い。エイジさん、わかるよね、今のこの気持ち。私の組んだセットが FC よりブラックバードより早い。見事な車に仕上げたな。これで俺は自転車操業の自転車屋に戻るかな。 Z が蘇った時から何かが変わった。走りに対していつも冷静でいられたはずなのに、それが崩れた。いつでも降りられるつもりでいたスピードの世界からもう抜けられない。これからも追い続ける、あの Z に選ばれし者を。私の思いは変わらない。初めて会ったその日から手を伸ばしても届かない。でも私はあなたを追い続ける。アキオ、これがお前の世界だ。お前が望んだ世界、 Z に選ばれたお前だけに許される世界だ。面白くなってきた。次は誰がお前に挑む？誰がその Z に見せられる？走るために生まれた Z、 そしてお前が走り続けるそのために、誰もがお前に見入られていく。お前はそういう宿命の車だ。だからこそお前は悪魔、悪魔の Z なんだ。